感染が確認されたのは20代から70代までの男女7人で、いずれも軽症です。5人の感染経路が分かっていません。空き館内の福祉施設に勤める高知市の30代男性は、おととい PCR 検査で陽性が判明。施設の利用者と職員合わせて38人が検査中です。また県立公文書館内の障害学習支援センターに勤める60代男性職員の感染も確認されました。同僚や知人など11人が検査中です。重症は昨日と同じ12人ですが、3人が回復し、新たに3人が重症化しています。中等症は2人減り19人に、6人が回復し、新たに4人が加わっています。県は現在の感染状況について、感染状況自体はですね、決して下火になってきているとは言えません。改善しては、新たな重症患者さんや新たな中等症の患者さんが、発生しているということを考えますと、まだまだ油断はできないということです。感染者の累計は1617人となりました。